自分は覚悟を持ってこのチームに来たんだというのをプレーで見せたかった、まあ、結果を残したかったと話していた小屋です。入れ替わってきました。武藤引きつける、足元から左足、あっという間に追いつきました。神戸1対1。右サイドを崩して最後酒井豪徳。この後のルーズボール武藤が拾う、まあ、トラップしてからコースはあまりなかったと思うんですけどね、よく見てましたね、まあ、少しから多分入らなかったと思いますしね、少しキーパーとしてはブラインドになって見づらかったと思いますけどね、はい、インサイドでこうよく巻いてサイドネットによく、ね、こう流し込みましたね、うん、いいシュートだと思いますね、はい、まあ、丁寧なラストパス、そしてワンタッチコントロールで左足の前に置きました、うん、酒井。